みかじめを断る飲食店に危害を加え、警察官にも発砲、一般市民を殺害するなど凶悪な事件を起こし続けた北九州特定危険指定暴力団工藤会。元福岡県警刑事部長尾上氏が陣頭指揮を取った頂上作戦で、トップの工藤会野村総裁ら幹部を逮捕、4つの事件に関与したとして一審では野村総裁に死刑判決が出ましたが、控訴審では一部無罪判決となり無期懲役となりました。厳しい判決、納得もできない。一つの事件だけ無罪なのは解せない。一方で、暴力団排除条例、暴対法などによって工藤会の勢力はピーク時の1210人から2023年には240人まで減少しています。また頂上作戦で多くの組員を積極的に検挙してきたことで、240人のうち半数以上は収監中です。しかし、元工藤会幹部で現在はうどん店を経営、子ども食堂などの支援を行っている中本氏は、暴力団はなくならない。小倉でロケットランチャーのようなものが発見された前日、同じ福岡県では抗争を続けてきた暴力団トップが突如引退を発表しました。三井三池炭鉱で有名な大牟田市、ここを拠点とする指定暴力団浪川会のトップ浪川総裁が5月29日大牟田署を訪れ、引退届を提出しました。浪川会はこれまで久留米市を拠点とする同人会とおよそ7年間にわたり一般人も巻き込む激しい抗争を繰り広げてきた武闘集団です。でも昔はすごかったんですか。ああですよね。この辺にも黒人の国がいっぱいあるして、あれ久留米の同人会と思ってですね、飲み屋さんとかほとんど用心棒代かなんかで取られたし。そうなんですね。かつては炭鉱でにぎわった大牟田、繁華街でもみかじめなどを要求するなど、その勢力を誇っていたといいます。あれですか、みかじめとかやれって言って断ったら嫌がらせってことですか。前はね、断った、うん、若者がもう嫌がらせを言って前はね、客で来るわけよ、うん、そしてもうお客さんがもう嫌、あんまり飲まずにしたい、ずっと無駄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 。警察とか来てくれるんですか、なんか言ったら。いや、ほら、別にお客として入るやつ。来ないの。しかし、福岡県警などが主導した暴力団排除運動、いわゆる表彰制度が次第に浸透。さらに2012年、暴対法が改正され、抗争にも終止符を打ちました、こちらが浪川会の本部があった場所です。今ご覧のように更地になって、柵がされております。当時本部事務所は3階建て。2021年工藤会の本部事務所解体に続き、福岡県暴力追放運動推進センターが浪川会の本部事務所の使用差し止めを求める訴訟を起こし解体に合意。現在は他の場所に移転しているといいます。かつて敵対していた同人会のトップも時を同じくして引退を発表しました。なぜその同人会トップ、浪川会のトップが相次いで引退表明したのかというとですね、工藤会のトップとナンバー2に対してですね、死刑判決、そして無期懲役判決が出たということですね。これ非常に大きな影響があるんですね。この工藤会に対する大摘発、
というものをこう皮切りにですね、これからやはり同人会と浪川会に対して同様のですね動きがあるんじゃないかということですね。でやはりそれを警戒して牽制する意味で、このある意味先手を打って警察に対して引退しますからっていうようなアピールの可能性が高いんですね。でそういう意味ではそのヤクザ今本当に高齢化と弱体化というものをすごく進んでいますから、まあ、そういう意味ではとにかくその内輪で抗争して消耗するよりは、まあ、それぞれお互いのしのぎに集中した方がいい、あるいはもう人数もものすごく減っていますから、ここでむしろ提携して協業して一緒にしのぎをした方が利益が大きいんじゃないかという、そういうような狙いなんかもあっての引退若い手打ちということがあると思うんですけれど、果たして暴力団のさらなる弱体化は進むのでしょうか。引退したとしてもですね、暴力団の世界では非常に資金力を持っていると、一線を退いたとしてもですね、金儲けはできると、警察にしても過去の事件のトップは誰だったのかという形で捜査をしますので、まあ、本人らがどう考えていたのかは分かりませんけれども、今後もですね安心して枕を高くして寝られることは私はできないと思います。さあ、浪川会トップが引退、しかし、枕を高くして寝られると思うなよというこの力強い言葉、宮崎さんどういうふうに思われます？怖いですね、ね、やっぱりなんか報復するぞみたいな。え、いやいやいや、高くして寝れると思うなじゃん、はい、ご自身が寝れないってことですね、うん、いや、その向こうがね、向こうがね、うん、だ引退したから、はい、それで終わりじゃないよと、まだまだ過去にいろいろやってきたでしょということをあげるよっていう、そういうことですね。うん、結構その彼らの資金源っていうのが 今どうなってるのかっていうのは興味がありながらずっと考えてたんですけど、今は何がこう一番大きなあの資金、まあ、これ組織によってですね、はい、資金源しのぎっていうのがやっぱり違うんですけれども、はい、やはり昔はですね、まあ、恐喝したりみかじめ料を取るっていう時代、はい、あるいはあの賭博ですね、賭博をして、資金を稼ぐ、はい、まあ、そういった流れから今度は、株主総会とかで、会社に、企業恐喝かけるような時代もありましたし、はいはい、今その後ですね、やっぱり公共工事 に進出してですね、そういった の大手ゼネコンから建設業の 1% 3% をみかじめで取るみたいな時代もありました。それも時代背景によってどんどんあのしのぎっていうのが変わっていくんですよね。まあ、あの最近ではまあもちろんその振り込め詐欺とかそういったもののバックにもですね、暴力団がいるんじゃないかと言われております。なかなか検挙には結びついてないというのが現状かとは思いますけれどもですね、まあ、そういう状況にもありますしですね、だからもうその組組織組織によってやっぱ得意とするそのしのぎっていうのは違うのかなというふうにまあ思っておりますけど、で今回この敵対していた同人会と浪川会のトップが引退ということで、これ警察に引退届を出すっていうのはどういうことなんですか？まあ、あの先ほどのまあ VTR の中でも言われておりましたけど、はい、まあ、一つはやはり、工藤会の頂上作戦で、まあ、トップらがですね、逮捕されております。まあ、これを見てですね、同じ自分もですね、鉄を踏まないという思いも一つひょっとしたらあるのかなっていうのと、暴対法上にはですね、指定暴力団ですね、両方ともですね、指定暴力団のトップは誰なのかっていう登録をしております。でその登録者に対してですね、まあ中止命令とかかけるときにはですね、そのトップにかけるようになっておりますので、でそのまあ命令違反をすればトップが検挙される、まあそういったリスク回避もひょっとしたらあるのかなというふうに私は見ております。これそもそも、浪川会と同人会の構想っていうのは、はい、7年間これもうかなりすごかったんですか？そうですね、もうあの死者が十数人出ておりますし、まあ、誤ってですね入院中の患者さんがですね暴力団と間違えられてですね拳銃で撃たれたという事案も発生を当時しました。まあ、それで、まあ、この指定暴力団同士ですけども、もともとは浪川会も同人会の中に同じ組織の中におりましたからですね、はい、まあ、その分裂から抗争に発展したというような状況があるんですけどですね、うん、それだけ抗争してた敵対してた2
組の、トップが同時期に引退っていうのはこれはどういうことなんでしょうか。構想中もですね、先ほどの引退届ではないですけども構想終結宣言みたいなやつを警察に当時も申し出てきました。それはやはり構想のを起こした関係でですね、暴対法上の特定構想指定団体にして、今全国で初めてこれも指定されておりましたのでですね、それを解除するために、もう和解しましたと、もうしませんみたいな形で、当時は届け出を来ております。で今回も、こういった形でですね、届けることによってですね、そういう先ほど言いましたように中止命令とかをかけられる、もう私はトップじゃないんだという形でですね、警察に、宣言をしてですね、リスク回避をしたかったっていう思いがあるのかなというふうに思いますけどですね。それを受けて尾上さんはこの枕を高くして寝れると思うなよということですね。結局ですね、今現在からこの以後はですね、例えば中止命令等をその本人にかけることはできないとしてもですね、例えば先ほど構想中の事件は組織のトップとして、指示をしていればですね、工藤会同様殺人の共謀共同正犯で、捕まえられる可能性があります。で最近になってはですね、佐賀県警、長崎県警、それから福岡県警もですね、一連の抗争事件で検挙をしてます。末端の組員とかが検挙されたりとかしておりますので、そういったのもあってですね、将来的には刑務所に在管中の組員らが親分の指示でこの事件を起こしたということを自供しないとも限らないわけですよね、そういったのもあってですね、本人らは引退しよう、それも引退するなら、お互い示し合わせたように2人で同時にしようやという話を、偶然としてはですね、あまりにも時期が近接しておりますので、おそらくトップ会談で話し合わせをしてですね、示し合わせるようにして、引退をしたのかなというふうに思っておりますけど。これしかその暴力団と向き合う警察はかなりのこう覚悟で皆さん、そうですね、撃たれた方もおられました。そうですね、私北部課長の時にですね、工藤会のトップらを検挙いたしましたけども、その前に、先輩方がですね、自宅、家族で就寝中の自宅に放火されて、あわやもうみんな焼き殺されるような状況、その時は運よくですね、気がついて難を逃れて、大事には至りませんでしたけど、しかし自宅はもう全焼ですね。で警察官、私もよく知ってるこの私と同僚の警察官ですけどもが、拳銃で撃たれることもありましたし、ましてや我々が住んでる北九州に住んでる時の宿舎に停めてる車にですね、時限爆弾を仕掛けるとかですね、そういった嫌がらせ行為的なこともやりながらですね、捜査員の指揮を低下させようという思いもあったのかなというふうに当時は思っておりました。しかし私も含めて部下職員もですね、当時はもうかなりの北九州市民がですね、犠牲になっておりましたので、この事件を止めるためにはやはりトップらを検挙しないとダメだという思いでですね、士気高くですね、当時は捜査をみんなやってくれたのかなというふうに思っております。なるほど。さあそしてその結果、工藤会はかなり弱体化しているということでいいんでしょうか。そうですね、人数的にも先ほど統計的にもこう出ておりますようにですね、工藤会の組員だけではなくてですね、全国の暴力団の組員がですね、減少傾向にあります。これはやはり暴対法の規制とですね、条例違反、条例の制定、こういったことも非常に大きいのかなというふうには思いますけれどもですね。これ、今240人工藤会でいうとで、半分が、収監されているということですか。でこれ出所してからどういう動きになっていくんですか。実はですね、半世紀前にも工藤会をですね、壊滅状態に、追い込んだ過去の経緯があります。しかしその時はまだ暴力団同士の抗争って言って結構刑期が短くてですね、出所してまいりました。
そしてまた工藤会に戻ってですね、はい、今の凶悪な工藤会を作らせてしまったという、まあ、あの警察にとっても反省教訓があります、まあ、いわゆるあの映画でお勤めご苦労様ですね、みんながこう並んで、はいはい、だからそういうふうに出所後にまた工藤会だけではなくて、まあ、暴力団に戻すということをするとですね、うん、ダメだという形で、うん、今我々の防水センターの方でもですね、まあ、在韓中に、もう暴力団をやめなさいという説得をしながらですね、うん、出所後については、我々の方でですね、就職の斡旋までするというような形を今全国ので取り組みをしてですね、うん、でその中では、例えばやっぱり福岡の中ではですね、やっぱり暴力団、知り合いの暴力団がいっぱいいるんで、はい、働きにくいということもありますんで、広域連携協定というのを全国作りましてですね、例えば本人がいや自分は東北で働きたい、沖縄で働きたいといえば、そこの協賛企業の方にですね、我々防水センターの職員が一緒に連れて行って面接をして、まあ、県の補助金をもらいながら、旅費等もですね、うちの方で負担をしながら就職の斡旋等をしながらですね、できるだけ暴力団にまた 戻させないという取り組みに力を入れています。はあ、やめたいって言ったらすぐやめれるものなんですか？ それについてはですね、はい、まあ、あの我々と県警の職員の方でですね、そこの所属する暴力団の組長にですね、はい、離脱の、まあ、あの承認書みたいなやつを取りに行きます。はあ、そうしないと、はあ、結局また昔はですね、やめるっていう形でまたリンチにあったりですね、はいはい、やめさせないみたいなことがありましたので、はい、もうこれは警察や防水センターが関与しながら、辞めさせるぞということでですね、手出しができないように、まあ、そういった取り組みもやっております。はあ。じゃあ、 VTR で出られてた今現在うどん屋さんやられてる方は、まあ、いわば地元でやられてるわけですよね。そうですね。じゃあかなりの覚悟で、まあ、彼はですね、まあ、そういう、まあ、かなりのやっぱり強い信念があってですね、うん、そういうリスクも背負いながら、はあはあ、まあ、やっておられるんだろうなというふうに思います。はあはあ、なるほど。はあ、西野さん、何か聞いてみたいことあったりしますか？そのなんか気持ち的に、なんかこう先輩がいるから辞めれないっていう方が強いのか、なんかこうやる働くことがないから辞めれないのか、お金を稼ぎたいだけで残ってるのかって、それどれが一番強いんですか？もうこれはですね、人それぞれなんですよね。まあ、そもそもこう暴力団になろうと思った連中はですね、やはり楽して稼ぎたい、汗水垂らして働きたくないっていうものが多いので、まあ、それを離脱就労するっていうのも、まあ、一つの難しさもあるんですけれどもですね、だから、まあ、そのしがらみでできない、まあ、働きたくもない、だから、まあ、いろいろなケースバイケースでですね、あるんですけども、そんな中でもやはりちゃんと働いてですね、家族のためもう等でですね、自分は足を洗いたいという気持ちがある方々についてはですね、うちの方で全力でサポートをしております。そんな中、この時代でもやっぱり親分に対する忠誠とかそういうのでっていうのもまだ残ってるんですか？いや、あります。現実に今、殺人事件で収監されている被告人の中にはですね、まあ、親分の名前を入れ墨で入れてですね、忠誠を誓っておる人間もおりますけれども、まあ多くは、まあ、工藤会についてはですね、まあ、恐怖で縛り付けられてる。だからトップが逮捕され無期懲役、もしくは一時期はですね、死刑判決を受ければ、これはもうひょっとしたらもうトップもナンバー2ももう戻ってこれないんではないかという考え方があったからこそですね、まあ、反省して喋ってくれなんじゃないかな。さあ、宮崎さん、はい、何か聞きたいことあれば。そうですね、まあ、やっぱりこの、まあ、過去も、まあ、経験短かったとはいえ、まあ、一応刑務所の中でいろいろ、まあ、お勤めをされて、でその就労支援なんかやっぱりされるわけじゃないですか。でもその短い中、例えばなかなかそれができなかったっていうことなんですかね？そうですね、まあ、当時から離脱みたいな形はやってたとは思いますけれども、まあ、今ほどですね、やっぱりシステム化もされてないし、こういう就職の斡旋の制度とかもなかった時代ですんでですね、まあ、時代背景も違うのかなというふうに思ってます。本当は気持ちとしてはやっぱりこう敵の世界の仕事をしたいんだけど、やっぱりまだ工藤会が強くて、でその恐怖政治が敷かれてたので、
やっぱりこう1回抜けたかったけど抜けられなかったっていう人の方が多かったのか、まあ、それもあるんだろうと思いますね、うん、今の状況ではやっぱりトップナンバー2がやっぱ死刑向き判決でですね、まあ、出てこれないような状況っていうのが非常に大きいんではないかなというふうに私は思っております。あと小野さん、その暴力団でした、辞めました、でも元暴力団にも銀行口座開けないとかっていうのが、5年ぐらいですか、はい、ありますよね。でも生活はしないといけない、そこでそれでも普通に日常生活送れない、じゃあもう一回戻るしかないかっていうこともあるんですかね。まあ、必ずしも銀行口座を作れないからですね、はい、生活できないということではないとは思うんですけれども、はい、まあ、要は現金手渡しみたいな形で野党側の会社の方が手間がちょっとかかるっていう状況はあるんでしょうけどもです。ただし、まあ、5年ルールはありますけれども、はい、今は、まあ、我々が先ほど言いました協賛企業に就職の斡旋をして、まあ、一定期間真面目に働いている状況が伺えれば、はい、まあ、我々や県警の方がですね、金融機関とも間に入って調整をしながらですね、5年以内でもですね、はい、銀行口座を作ったという事例はあります。まあ、そういったことをしないとですね、なかなか離脱就労が進まないというような状況もありますんでですね、今後はそういったところにもですね、警察や防災センターでは力を入れていくべきだろうというふうに思っています。これ浪川会同人会両トップが引退だから、もう一切その組とは関係ないですよっていうことになるんですか、これ。いや、まあ、それはならないと思います、はい。まあ、現実におそらくトップではなくなったとしてもですね、はい、一定のしのぎを引退してももらい続けるっていうようなことはありますし、はい、まあ、浪川会の総裁今回辞めた浪川についてはですね、まあ、かなりの資金力も持っておりますし、まあ、初めの頃はですね、違法に稼いだお金だけだったのかもしれませんけど、そういったお金を制御にも突っ込む、まあ、風俗でやったりとか、まあ、いろんな、まあ、企業活動等にも資金を投入して制御でも稼ぐみたいなところができますし、まあ、それをするにしても現役の暴力団と一切手を切って事業をやるかっていうと、私はそうではないんではないかなというふうに思っています。ジュニアさん、ここまで解説聞いていかがですか。その指定暴力団、暴力団員になる若い人はかなり減っている。その一方で、その半グレと呼ばれるそういうところに属さない人たちっていうのはどういうふうに今思われていますか。まあ、これも地域格差あるんですけれどもですね、はい、まあ、福岡はどちらかというと、まあ、全く属さないっていうよりも、まあ、暴力団の、まあ、手足になって動くような、半グレ集団と、まあ、関東連合とか、はい、まあ、東京で言われるようなですね、まあ、敵対しながら独立組織として半グレ集団としてしのぎをやっていく集団というのが2通りあるんだろうというふうに思いますけれどもですね、まあ、いずれにしても、まあ、暴対法の指定逃れ、組員としての認定逃れをしてですね、暴対法の適用にならないように今はこう人数が減ってるから安心するんではなくてですね、結局はその半グレ集団として暴力団と同じような活動をする人間についても取り締まる必要がありますので、まあ、全国的に今匿名流動型犯罪、はい、それを取り締まる組織がですね、今暴力団対策部門に各県警ともですね、作って、まあ、連携、全国連携をしながらやっていこうというような取り組みをやっているところです。小野上さん、本日はお忙しい中お越しいただきありがとうございました。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。テレビ朝日アナウンサーの田中萌です。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。